たいなと思います。今日紹介するのはタラン、ブラウちゃんです。この子は元野犬のワンちゃんで、生後1ヶ月足らずの時に保健所の方に連れて行かれて、まあ、団体さんが引き取って、そこで私たちが家族に迎えることになりました。この子の両親はどんなワンちゃんなのか全く分かってなくて、手がかりはこの子と一緒に保護されたワンちゃんが白黒だったこと、あとこの手足見てるかな、お手手と足な感じがボーダーコリーっぽいなっていうのと、あと今寝てるんでちょっと分かりにくいですが、尻尾が綺麗にこう芝とか秋田犬を想像してもらったら分かると思うんですが、あんな感じの巻き尾になってるので、ちょっと日本犬の血も入ってるのかなとは思いますが、この毛の色だったり骨の感じ、筋肉のつき方から見るとオーストラリアンケルピー、顔の感じもねオーストラリアンケルピーっていう犬種にちょっと似てたり、でもお散歩の時とかにシルエット影が道に映った時とかは結構なんかギュッてしたシェパードっぽいシルエットをしていて、本当に何犬か全く見当がついていないワンちゃんです。なので近いうちゆくゆくはこの子のワンちゃんの DNA 検査っていうのができて、この子のおじいちゃんおばあちゃん、母方のおじいちゃんおばあちゃん、父方のおじいちゃんおばあちゃんまで鑑定できるみたいなので、それでちょっと鑑定してみようかなと思ってます。この子の性格なんですが、とっても本能的、ワンちゃんらしいワンちゃんで、さっき前の動画で紹介したアース、ゴールデンレトリバーのアースよりはちょっと野生的なところがあって、やっぱりアースと比べると野犬っぽい本能的なワンちゃんなのかなって感じはします。とってもこの子は警戒心が強くて、自分からこう人に寄っていったりするようなことは絶対ないですね。可愛いですねっていう風に撫でてもらう時でも、この子は一番距離を取って、この人がどういう人なのか、自分にとって危険がないのかっていうのをしっかり判断してから、判断ができ次第自分から少しずつ匂いを嗅ぎに行くっていうような行動をとるワンちゃんで、もワンちゃんに対しては結構友好的で、それはうちが多分多頭飼いをしてるから他のワンちゃんっていう生き物をちゃんと認識できてるので、自分に危害を加える存在ではないなっていうのがしっかり分かってるからなのかなとは思ってます。この子はしつけもすんなり入りましたし、お兄ちゃんの真似をしていいことも悪いことも何でも何でも上手に真似をする子です。でこの子生後4ヶ月ぐらいの時かな、右の膝を痛めちゃって、体重が毎月2週間で倍に、最初に2キロぐらいだったんですけど、次は4キロ、次8キロ、次16キロっていう風にだんだん急成長しすぎまして、足の靭帯の方がちょっと追いつかなくて常に伸びきった状態になってしまって、もうこのまま今激しい運動をさせると靭帯切れてしまうっていう状態に陥ってしまって、過ごせなかったワンちゃんなので、今子犬時代を取り戻したようなテンションの高さを見せてくれてます。ブラウちゃんの好きなことはお散歩、あとはお菓子、嫌いなことは抱っこです。なんかその野犬の時の血なのかな、小さい頃は全然抱っこもしてたんですが、えっ、明日も出たいの。今ね、プロテインの紹介してるから、紹介してみたいな。マジも来る？はい、こんな。これでいいのかな？今プロちゃんはいろいろ社会勉強中で、これからもっと活躍していけたらなと思ってます。次の動画では、
次の動画ではトマトの紹介もしていけたらなと思ってます。ワンちゃん中心の動画にはなっていくかなとは思いますが、私たちのいろんな活動だったり、これからまたいろんな企画もやっていけたらなと思いますので、皆さんどうぞこれからも応援よろしくお願いします。そしてもしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ハジャルドッグのアラビでした。あつからバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。答え